2021年、いい年になっていきますように。頑張って。それでは来週もお昼25時にお耳にかかりましょう。この時間の相手
時55分になりました。全国の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報やけん、はい、はい、はい、すいません、はい、ありがとうございます。すでに記録的な大雪となっている北陸はこの後も有事です。太平洋側も雪雲の流れ込むところがありそうです。明日の天気です。沖縄は日が差す見込みです。九州北部は明け方まで雪でしょう。九州南部は平野部を中心に晴れ間がありそうです。四国や山陽は日中晴れるところが多い見込みです。山陰は雪が続き、昼頃まで雷を伴うところがあるでしょう。北陸は断続的に強い雪が降り、さらに積雪が増えそうです。引き続き近畿は日差しがありますが、一部に雪雲がかかるでしょう。東海と関東は広く晴れて、空気の乾燥するところが多い見込みです。東北と北海道は日本海側は雪が降り、吹雪くところがありそうです。一方、太平洋側は日が差すでしょう。明日の気温です。最高気温は那覇は15度と平年より低い状態が続くでしょう。鹿児島8度、福岡5度、高知7度、広島5度、松江4度、明日も各地で真冬の寒さとなりそうです。大阪6度、名古屋5度、東京7度の予想です。昼間も寒さが厳しいでしょう。神奈川3度、新潟2度、仙台2度の予想です。秋田はマイナス1度、札幌マイナス3度、明日も真冬日となりそうです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。はい、北陸地方の中部、西地方で明日から通行止めになっているところになります。上越ジャンクションの間の上下線は雪のため通行止めになっています。関越道は新潟県の津川インターと新潟中央インターの間の上下線が雪のため通行止めです。北陸道の三条津田目インターと日本海東北道の荒川海南インターの間の上下線も雪のため通行止めになっています。北陸道はこのほか富山県のアメリカ湾インターと新潟県の柏崎インターの間の上下線が雪のため通行止めです。舞原方面に向かう上りは丸岡インター付近に故障車が止まっているため1キロ渋滞しています。上りの丸岡インターと福井インターの間はトラックの事故のため通行止めになっています。東海北陸道の上りは富山県の那須天神の近くに大型トラックの故障が止まっているため1キロの渋滞です。
ちはお願いします。はいはい、はい、どうもどうもありがとうございます。はいよ、はいよ、もしもし、もうしばらくですよ、今年もよろしくお願いいたします。お疲れさんですよ。こっち、あのね、ニュースだけ見てたらね、ひどいように思われるかもしれないけども、俺たちもそうだし、街中も人もね、嫌になっちゃってるよ。こんなさ、毎日さ、自粛だなんだって言ったって、まあさ、幸いさ、もう仕事はね、会社の保証とかがさ、まあ、幸いでかいとこだから生活は大丈夫だけど、まあ、めんどくさいよね。なんか、またかよって感じだよね。そう、で、まあ、もちろんさ、実家は帰れねえしさ。